はい、今日じゃあね、アイキャゲのちょっと面白い形で、はい、関節の力で、はい、アイキャゲというか、まあ、そうと思って、アイキャゲっぽい、あ、やりたいのは、この力で上げるっていう、手首曲げて、ただ上げちゃうとぶつかってるんで、手首のこの力を上にこう伝えてる。曲げてただ上げるんだとこう押さえ込まれちゃうんで、手首の関節の力とこれを使ってでこう振って、これをまあどっちでもいいんですよ。こう上げてこうって伝ってこう、まあ、それをちょっとやってみましょう。はい、お願いします。はい、なんか上がりきらない感じで。うん、こうってこうなる。まあここでこう持ち上げられてるの。ああ。イメージしづらいかもしれないけど、一回置いといて、こう曲げたんだけど、ここで押さえといてもらって、手首曲げました。はい、でも、工藤さんが上から乗っかってるから、ここを上げようとすると、上がってるけど、めちゃくちゃぶつかってるんですよ。はい、じゃなくて、ここはずっと上がってる。はあ、意識的に、はい。それがさっきのここ持ってたから、こう曲げたんだけど、ここののしかかってるとこ上げようとすると、結構疲れちゃうけど、はい、曲がったここを意識してるんですよ。あ、それが、離れてたのがまあ意識しやすいよね。ここ上げればいいんだ、なんだけど、はい、ここの肘のところを上げると、上がってるけどそうじゃなくて、ここ上がってるんですよ。はい、上に、どう活かせるんですかね。ああ、ここ、肘が外すぎるから結局。ああ、はい。そう、ああ。うん。はい。うん。ああ、はい。うん、はあ、でそれをじゃあ8でどうしましょうか。まあまあじゃあ掴んでいきます。あの今のじゃあこう作ってるのに、はい、まあ、持たれたとこ気にするとこうですよね、はい、ここだけ気にしたいんですよ。でだから触れたとこはどうでもよくて、ここの感覚は下にずっと。押し付けちゃってるね。うん、まあじゃあ持ってなくてもいいから、ここでやったら、あ、はい、まあ、工藤さんにここ付き合ってもらって、曲げました、押しましたって、はい、足踏ん張るんで、ここだけ意識して、ここがずっとしてる。はい、指で触れて、はい、そこがそこが、うん、そう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 、うん、
で、最後崩して後ろに振ってあげれば。そして、うん、イメージで、落ちないで、もうちょい早めにやったのも早めにこう後ろに振る、あ、いや、こう打ってきてもらって、なんかまあこういう風に見えるんですけど、はい、これだとまあ耐えられちゃうから、うん、打ってきた後これのこれをまあ同時にやってる。ああ、はい。こう、こんな感じ。強引。引き技に見えたけど。流れだと、はい、ここでこう引き上げた、にににににって上げたのがこう降りてきて、この感じがずっと下にずっと下にする、はい、さっきの引き上げみたいな感じがあって、そのまま、はい、押し付けたでしょそうなんですか、ここの力を信じないと、はい、押し付けちゃった。まず押すの気にするんだったら前に押してみましょう。で曲げましたけど当たったとこ意識するとこうじゃなくてここをずっと、はい、押すんだから引くことはないから、うん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 、それはそう、うんうん、それができたんだからじゃあこういう角度もできるでしょ。うん、はいはいはい、うん、じゃあこうもできるでしょう、うん、それができたからまあこういけんじゃないですか、うん、あそれはそういうことです、はい、触れた瞬間引こうとするから、はい、力で崩してますよ、そうですね、はい、その辺を注意してやってみてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。